氷めっちゃ美味しいらしいですよ。あら、そうなの？ちょっとありますよ。やっほー、さすきちゃんたら。大丈夫？そんなにがっつかなくても誰も取らないわよ。カーリーさん、お茶。大丈夫？すみません、お茶ください。すみません。助かりました。まったく、慌てん坊さんなんだから。いや、温泉来たって感じですね。ごめんなさいね、急なわがままに付き合わせて。迷惑だったでしょう。迷惑なんてとんでもない。香織さんに誘ってもらえてすっごく楽しみだったんですから。ありがとう。約束したじゃない、明日の結婚記念日はオフにしてくれるって。仕方ないだろう、外せない仕事なんだから。仕事仕事っていつもそればっかり。どうせ女なんでしょう。バカ言うなよ。それならもっと大事にしてよ。かおりさんってば、うん、かおりさん。ダメですよ、せっかく旅行に来たんだから楽しまなくちゃ。それに、それに怖い顔してたら美人が台無しですよ。あうんうん、そうだね。ほら。それじゃあ行きましょう。引っ張らないの。見つけた。さすが相田さん、嗅覚が鋭い。夜が待ちきれないぜ。ああ、今回も腹間違いがありそうだな。そうね。ちょっと話聞いてる？聞いてますよ。何かにつけてあれどこだこれどこだって、私はあんたの召使いかっつんだバラ。
稼ぎがあったって人として見てもらえなきゃ同じよ。さつきちゃんは子供がいないだけマシかもね。なんで男どもは結婚した途端に身の回りのことが出ないっすかね。甘えてるのよ。おい男代表、そうなの子。そうっすね、甘えちゃいますかね。まあまあ、もっと飲みましょうよ。ちゃんと聞いてる？聞いてますよ。今夜は全部出しちゃいましょう。ずっとお付き合いしますよ。ありがとう。最後までね。